本日4組目、こんな可愛いお嬢さん捕まえました。お名前伺ってみましょう。渡辺美優です。渡辺美優ちゃん、美優ちゃん、可愛い。いくつですか？18です。18、高校生？いや、高校生じゃないです。大学生？フリーターです。フリーター、はい、何やってるの？いや、キャバクラで。あ、キャバクラ。店どこ？あの、池袋の、西？あ、本当に。じゃあ何回か会ってるかもしれないの、もしかしたら。そう。そう。じゃあ、今日は出勤前？そうですね、今日出勤前にお買い物。あ、本当に？何買うの？洋服。洋服？はい。今日おしゃれだもんね。いや、今日全然。全然？今日ファッションポイントは？ファッションポイント、うん、このスあれとかエンブレムとか超可愛いじゃん。そうですね、これは、毛玉やばいけど。え、毛玉の、あ、毛玉用だよ。マジか。あ、彼氏とかいらっしゃるんですか？彼氏は今はいないです。今いないの？なんで？もったいない。いや、出会いがない。出会いがないの？嘘。出会いあるよ。どう？あーって感じだよね。その男性のタイプ。どんな人がタイプなんですか？優しい。優しい人？何？昼優しい人、夜優しい人、どっち？どっちも。どっちも。あ、最近どう？夜の方はやってる？結構ガッツリ入ってる。結構ガッツリやってる。うん、週3、4ぐらい。はい、何人ぐらいのローテーションで回してるの？あ、そんな。ん？あ、でもまあ、何人か。何人か。うん。水曜日はこいつ、金曜日はあいつみたいな。元カレとか。うん、ありがとうございました。